はい、今回はですね、コトーブルギニオンですね、ワインをご紹介させていただきます。コトーブルギニオンというのはですね、ブルゴーニュ全域ですね、シャブリからボジュレーまでの全域のワインで、生産が認められているという、ブドウの生産ですね、が認められているワインで、赤は、今回の赤はガメイとピノノワールですね、こちらの使用が認められている地域です。色は本当に美しいね、色ですね、ガーネット色っていうんですかね、すごく綺麗な色ですね。香りは可愛らしい、いちごですね、本当可愛らしいいちごの香りがします。味はね、本当にね、新鮮な、本当、いちごですね。新鮮ないちごの果実味、本当にいちごをね、頬張ったみたいな感じ。で、適度な酸味があって、で、後口にも長くね、いちごの感じが残りますね。すごくこれいいですね。これ実は1000円台ね、前半なんですよね。これはかなりね、掘り出し物じゃないかと思いますよ。特にピノノワールファンの方、本当におすすめです。コトーブルギニオン2016年、これはうまいですね。